今も醤油醸造してるのでしょうか。みたらい蓋です。大小さまざまなタイプのみたらい蓋を探してみるのも楽しそうです。ガイドブックで見る交差点ですね。いろいろな時代が混ざっているこの交差点は時代の宝石箱や。世界にもその名が知られているという時計のお医者さんの時計店ですね。なかなかの手だれによる石積みに違いない。これは石積みの母クラスの職人が関わっている感じです。植木屋の孫なので私にはわかります。金納の獅子がひょっと出てきそうな雰囲気ですが、もし出てきたらさっと石垣にへばりついて道を譲るでしょう。そんな幕末ごっこを想像しながら歩きます。映画ドライブマイカーのロケ地ですね。ドライブマイカーを見るまで記憶しておきましょう。江戸時代に作られた防波堤の上には周辺景観に配慮し作られた御手洗港防波堤灯台。自分が所属している町内会くらいの広さの御手洗地区ですが、シースピカの乗客とはほとんど合わないものだなと思ったら、恋愛成就の鳥居にまとまっていたという
おいくつになっても愛なのですね。こちらは若返りの石の祠ですが、この石は拝まなくてもいいのですか？教えていただいた作法と違う気がします。そもそもそこに愛はあるんか？ふとした時に兄弟船の歌詞を北前船として口ずさんでいたのは内緒です。しかもサルちゃん最高とか言いながら、案内に見たらいと大きく書いてあって、その下に左矢印があって、左を向くと公衆トイレがあって、使わせていただきました。ありがとうございます。40年ほど前に瀬戸内海の島で利用したトイレは水洗トイレのようでいて、瞬時に消える今の飛行機のではなく昔の旅客機のトイレのようだったのが、何の違和感もなかったので、当時あった問題はクリアされ、地元かどこかの地域へか処理施設へつながったのかもしれません。ちなみに御手洗とは御幸通りとか御成橋などと同じで、偉い人がこの地区で手を洗ったことに由来する尊い名前でしょうか。さて、とりあえず予定した順路は歩きましたが、実質フリータイムの残り時間はあと20分。まだ歩いたことのない道を歩いてみますか。
行時刻午後4時15分にはまだ早いですが、午後3時58分、大崎下島御手洗観光を終了としました。